レオニード・ドドジョー・ノビチ・レーマンは、ロシアの通信専門家、企業家、政治家。サンクト・ペテルブルク・ラジオ・コミュニケーション基金、中央通信博物館の創設者の一人。1999年から2008年5月まで、情報技術、通信大臣を務めた。レニングラード電気接続大学を卒業する。1979年、レニングラード電話局に勤務。 遠距離通信にし、製造局主任を歴任する。1八十五年、レニングラード市電話ネットワークのマネージャー。1八十八年から1九9九年まで、レニングラード市電話ネットワーク開発担当副主任、主任にし、国際連結担当取締役、投資国際関係担当取締役、ペテルブルク電話ネットワーク社第一副社長を歴任した。 1999年7月ロシア連邦国家、電信委員会官房長、第1副議長を経て、8月同位議長。同年11月電信委員会の開訴に伴い、通信、情報大臣となる。2000年から2004年通信、情報省。2004年運輸通信省時間。同年5月20日情報技術、通信省。2008年5月情報技術。 通信省を退任し、大統領顧問となった。ロシアの携帯電話最大手、メガフォン社のオーナー。私生活では、ユリアペトローブナ夫人との間に一男かずがいる。ありがとうございます。